セルの木がいきなり膨れ上がった。トアの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史には昔の俺もいますから。パワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。私の子供、このセルジュニアは危険すぎます。みんながやられないよう一緒に戦ってください。おい、強いな。誰だか知らないけど助かるぜ。頼みがある。ユーロ、神が喋った。俺をあの子供のところまで持って行ってくれないか。頼む。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。よし、やってやる。名前も知らない奴らが戦ってるんで、チャンピオンが逃げたんじゃいい笑いもんだぜ。よし、放り投げるぞ。シャレー人造人間。孫悟空、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ。出来損ない意味。これで面白くなってきたぞ。ついにゴハさんが覚醒しました。まだ本来の歴史と違ってセルジュニアが残っています。油断は禁物です。ゴハさんに加勢してください。いい気になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せるとは思っているんじゃないだろう。倒せるさ。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワー。素晴らしい。このフリーザの名に恥じぬ働きです。